協力サポーターでイニシャルが H の人を探すってできます？あ、これ。実学の丘？あれが早川誠君。今日はね、あいつにとって勝負なんだ。では、始めさせていただきます。色泥棒、中垣豊、作、絵。仲良し4人組はいつも一緒。今日は町の丘でピクニックをします。丘に着いた4人は大きな木の下でお弁当を広げます。せーの、はい。うわあ、みんな美味しそう。いただきます。色泥棒、世間の色が消えていく話だ。まずお弁当の色がどんどん消えていって、ついには街の色も消えていく。4人は色がなくなって初めて色のない世界の不便さに気づく。そして色を取り戻すために色泥棒を捕まえる。色泥棒が盗んだ色は全部混ざって黒色になってしまう。それを見た色泥棒は泣き出す。本当は悪さをしたかったんじゃない。俺は綺麗な色を街中に塗ってみんなをびっくりさせたかったんだ。自分のやったことは消えない。悪いことは真っ黒になってしまう。こんなにも後悔するなんて、こんなにも胸が痛むなんて。けど H は言った。過去は変えられない。でも未来は変えられる。色泥棒が掃除機をポンと叩くと、街はすっかり元通り。これでみんな一安心です。あれ？ゾウ君の顔の色ってこんな色だった？おしまい。楽しんでもらえた？うん。未来は変えられる。あいつの話、俺の中では結構鉄板でさ。入学した時、俺もあやちゃんと一緒だったんだ。友達もできなくてさ、もうどうしたらいいのか分かんなくて。そんな時にあいつの読み聞かせを聞いて、それで前に踏み出そうと思って留学することに決めたんだ。だからあやちゃんに聞いてほしかった。なんか気分いいです。ありがとうございます。なんかちょっと嬉しいなあ。
じゃあこれで来年からペアサポだね。そうかもしれないですね。おっしゃ、絶対だよ、絶対ピアサポだよ。大丈夫かな。あ、大丈夫、絶対大丈夫、絶対大丈夫。引き戻りますね。はい、お疲れ様です。あの、あ、Hさんですよね。すごく感動しました。素敵な本と出会わせてくれてありがとうございます。よかった。あの、どこかでお会いしたような。去年のオープンキャンパス、学生によるフリートークを行ってます。どうですか、何でも聞きますよ。悩みがあれば何でも私たちが相談乗りますよ。どうですか、学生のフリートークを行ってます。どうぞ。大学についてなんか聞きたいこととかある？あ、じゃあなんかやりたいこととかある？変わりたいです。過去を捨てたい。理由聞かせてもらってもいいかな？私、両親が離婚してちょっと荒れてた時期があって、その時友達にひどいことしたんです。一人をターゲットにしていじめていました。やめて。でも一人の子に、あんたなんか友達じゃないって言われて。何すんの？やっぱり私が間違ってた。あんたなんか友達じゃない。ビンタまでされて、やっと気づけました。今はすごく後悔しています。でもここに来れば未来を変えたいんです。あの時俺も将来について悩んでた時で、でも君に出会ってなんかモヤモヤして、その日に図書館に行ったらこの絵本に出会った。多分君に出会ってなかったらこの絵本の読み方もきっと変わってたし、読み聞かせなんてやってなかったと思う。今、自分の目の前にあるものに敏感になって、一つ一つ拾っていけば、
未来から過去を見た時に良かったってなると思う。うまく伝わってるかな。はい、ありがとうございます。こちらこそありがとう。人にはそれぞれの未来がある。 How can I prepare to survive? 未来を変えるには一歩踏み出して。目の前にあるものを拾っていくこと。